今ない〇〇を妄想する M8 招待招待二等兵の友人屋でございます。 T 隊長です。隊長でございます、はい、隊長、はい、不安パトロール不安パトロールやむことのない不安パトロール、うん、あの今日サンデーモーニング、うん、朝やっていてですね、うんうん、まあ、ぼやーんと見ていたんですけど、うん、まあ、そこ、まあ、サンデーモーニングはしきりとね、うん、その今は分断の時代だと、うん、分断の時代とは26人の超金持ちが、うんうん、と、うん、残りの 99% で、うん、まあ、この天秤が成り立つ、うんうん、超金持ち、うん、超貧乏、うん、みたいな時代で、うん、で、まあ、なんかいろんなところでいろんな国々でインタビューするんですね、うんうんうん、今社会どうですかと、うん、そうするともう世の中はどんどん悪い方に向かっている、うんうんうん、っていうのが、うん、ロシアでもイギリスでも、うんうん、まあ、中東でもいろんなところで、うん、みんながそれを言ってる映像を流してですね、うん、まあ、ちょっと暗めの音楽で、うん、なんかもう世の中がどんどん悪くなっているみたいなのを印象付けるような放送だったんですね、うんうん、でなんかいや私は、うん、まあ、そもそもこのファクトフルネスという本、うん、あ、この動画でも紹介したんですけど結構前にありましたね、はい、うん、基本世の中世界は右肩上がり、うん、どんどん良くなっているっていうのを読んでいたんですけども、うん、なんか読んでいたので、うん、まあ、そんなことないだろうって思いながら、うんうん、まあ、ふとこの大吾さんのですね、うん、あなたを変える52の心理ルールっていう本を、まあ、パラパラって読んでたんですけども、うん、まあ、その中でね、うん、まあ、その大吾さんが紹介しているんですけども、うん、まあ、成功哲学で有名な実業家のアール・ナイチンゲール、うん、アール・ナイチンゲール、うん、人間は自分が考えているような人間になる、うん、なんか大吾さんこの手の本ちょっと違うって言いそうなんですけども、うんうん、まあ、これを例にですね、大衆は常に間違っているっていう言葉を、うんうん、R ナイチンゲールさんは残してますと、うんうん、なのでその大衆と逆のことをすればいい、うん、と言っていますと、うん、大吾さんは紹介しています、うんうん、なんで、成功哲学が好きな人も、うん、大吾さんが好きな人もやってもいいんじゃないっていうやり方で、うん、大衆は間違っている、うん、っていうこと、うんうんうん、で今大衆っていうのは何かっていうと、うん、多分 TBS 的には、うん、大衆は、うん、世の中はどんどん悪くなっている、うんうん、で思わせようとしている、うん、で僕はそこにピンと反応してですね、うん、体調大変ですと、うん、今テレビではね、うん、盛んに世の中は悪くなっている運動をしようとしていますよと、うんうんうん、でかつファクトフルネスを読んでいない、うんうん、100万人以外の人たちは、うんうん、はあ、もう世の中はどんどん悪くなっているって思っているかもしれないと思ってですね、うんうんうん、じゃあ言っているように、うん、大衆とは違うことをしよう、うんうん、っていうことを言わねば、うんうん、で思うのと同時に、うん、まあ、ここで政党を立ち上げるって言いましたよ、うん、なんでじゃあ政党としてはね、うん、多分簡単なのは、うん、でも煽った方がいいんですよね。まあ TBS 方式です、ね。TBS 方式ですよね。多分大変大変ってやって、大変大変、お前ら本当に大丈夫かって。でやった方が多分効率はいいんですよね。うん、ただそれは多分対照的には、うん、多分その方法は取らないだろうなと思って。まあ大変大変って言ってるだけですからね。で僕も、うん、どっちかというとそう言って言いながらね、うん、大変って思ってるんですよ。大変、まあ、なんていうんですかね、こう世の中は僕もこう良くなってるとは思ってるんですよ。そうなんですよね、うん、はい、まあ、これじゃないけど右肩上がりっていうか、まあ、経済が右肩上がりかどうかは別として、世の中っていうのはこうどん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 こう良くはなってるじゃないですか。テクノロジーが進化して便利になって、まあ、寿命も伸びてますし、うん、寿命も伸びてるし、知らなくなった、そう、はい、だから健康、今までだったら死んでしまうような病気も全然死ぬような病気じゃなくなったりもしてるわけじゃないですか。そう、子供も死なないですし、ね、子供も死なない、はいはい、
って考えると相対的にこう見れば世の中はどんどん良くなってるはずなんですよ、うん、でこう不安を煽ってお前ら良くないって言わせてるだけ。もう普通でテレビは僕中立って習ったんです。そうそうそう、中立的なことをやってる、うんうん、でも出てくる意見はもう世の中は悪くなってるっていうのを世界中で言ってるんですね、うんうん、そういう意見をピックアップしてる。まあまあ、うん、でしょうね、うん、僕のところに来ないですもん、はい、だってどんどん良くなってますねどんどん良くなってますなんて話は聞いたことないし、はいはい、でまあ不安の方が目立つじゃないですか。経済がちょっと先行き見通しがみたいなのが、はい、消費税が上がってとか、はい、っていうところの方がみんな反応するじゃないですか。そうで、うん、やっぱり羨ましいのは、うん、やっぱこの辺の上の方にいる超金持ちなんですよね。だからみんなこうもっと上に行きたいとは思ってるんですよね。はいはいはい。だからそういう不満が溜まってるところをうまいこと利用してこう使われてる気はするんですけど、でもなんかその、うん、私が持ってる意見もどちらかというと、うん、そのこのテレビに出てくるような人たちが言ってる、うんうん、いや移民が来るとね、うん、僕らの生活が脅かされるんじゃないかとか言ってることはすごい分かるんですよ、うんうん、同じことを思ってるみたいな、うん、そこはあれですよ、仕組みの問題で僕の場合は捉えるので、はい、移民が入ってくるイコール悪くなるではないと思うんですよね。悪くなる仕組みの上に入ってくる仕組みだから悪くなるだけで、移民が入っても悪くならない仕組みを作ればいいなるほどなるほど、そうっていうふうに捉えるので、それ自体がいいこととか移民が入ってくること自体がいいこととか悪いこととかではなくて、そのシステム、社会のシステムの問題ですよね。なるほど。で、うん、まあ今ここではね、うん、なんか政党作りだっていう話をしていて、うんうん、まあ、ネットでその政党を作るには、うんうん、みたいなのを調べてみたんですね、うんうん、で基本政党を作るのは自由です、うん、自由です。じゃあもう M8 政党、もう行った瞬間に政党になりますとただまあそれをね、うん、なんか国からお金をもらおうとすると、うんうんうん、まあ、国家議員、国家議員、国会議員、国会議員、うん、すみません、国会議員が5人以上っていうハードルがあるので、うんうん、これは高いと、うん、まだ2人ですね。あ、慣れてもないからゼロですね。ゼロなんですなんでまあお国からね、うん、お金をもらうのは無理なんですけども、うん、国としてちゃんとあなたたち政党ですって認められるには5人ってことですね。5人、国会議員、うん、国会議員は5人、うん、まあ、それは無理なんですけども、うん、まあ政党作るのは自由なんです、うんうんうん、なんでまあそれはいいんじゃないかって思うんですけども、うん、まあ、ここでそのじゃあ党税、うん、党の主張として挙げるにはその不安を煽るのかね、うん、だから僕はこうシステム作りたいです。仕組みを作りたい、より良い仕組みをどん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 アップデートしていきたい。 OS と一緒ですよ。今問題あってもこうバグ改善してもっといい仕組みを取り入れるとかってどんどんアップデートさせていけるような政党、国、システム。あとやっぱり、うん、今もう憲法一つ変えられない世の中じゃポイズンじゃないですか。そうそう、ポイズンはい、はい、っていう感じですよね。そうそうそう、なんかもうこうどんどんアップデートできるような。じゃあやってみて失敗したらばそれ変えればいい、また変えればいいっていう。なるほど。だから自由に、だからなんていうんですかね、本当にダメになっちゃうようなものはダメだと思うんですよ、はいはい、日本が失敗して日本が潰れてしまうような失敗はダメだけど、小さな失敗は全然ありかなっていう。だからこういうところを例えばスマートシティ化みたいな、春日井市だけでやってみよう、はい、ここは愛知県の春日井市というところです、はい、っていうふうになって、まあ、失敗しても日本は沈没しないですよ。いや、普及しなかったねぐらいじゃないですか。はい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 、っていうようなこうなんかトライをして、でうまくきそうだったらいろんなところでバーンと展開していくみたいな。シビュラシステムですね。シビュラシステムそう、だからもっとなんかシステム的にどんどんアップデートできるような便利な仕組みがあればどん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 追加する。で公務員だって減らせるかもしれないじゃないですか。あ、今言いましたね。そう、反対意見が出そうなワードを。公務員を減らすことが反対意見。あ、いや、今度公務員やってる人たちがすると、まあ、仕事を奪われる、仕事を奪われるって思うわけじゃないですか、うんうん、
でも世の中の仕組みシステムを良くしていきたい、はいはい、のでそこは必要ないなら必要ない。でまあその時に、うん、なんて言うんだろう、その人たちも別に、うん、困らないような困らないような仕組みができていれば別に問題ないですよね、うんうん、そう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 、だから違う仕事をやらせるとか、まあ確かにもう機械、うん、全部機械でいいじゃん、うんうん、だとすると、うん、もう全部機械にやらせて、うん、人はもう、そうそう、人がやらなくていい仕事は人がやらなくていいんですよ。まあまあ、ホリエモンが言うところの遊べってことですね、うん、遊べってこと、遊べってことホリエモンさんは言ってますよね、もう遊べばいいんだよって、まあ、基本だから将来的にもうみんな遊んで暮らせる世の中を作りたいんですよ。あ、僕としてはなんかちょっと前の動画とかでこうお前たちは無能、有能か無能かみたいな、はい、あったじゃないですか、はい、あホモデウスです、ね、ホモデウスの話ですね。であの時に思ったのがもう有能も無能もないんだって、まあ、結局機械にはかなわないっていう話ですからね。機械にはかなで機械に勝つ必要もないし、別に無能でも楽しく幸せに生きていけたら別に誰からも必要とされてなくたっていうわけじゃないですか、はいはい、で、うん、人間関係の付き合いなんて別に仕事ができるから付き合ってるとかじゃなくて、この人と一緒にいたら楽しいからとか、あ、まあ、そういうことでいいじゃん、そういうことでいいじゃんっていう、はい、でこう世の中がこううまく回っていけば、もう機械がやらなきゃいけないことは機械がどんどんやって、で人間がやらなきゃいけないことは人間が、でそれをやりたい人がやったらいいっていう、それはちょっと賛同です、うんうん、ただあとはそれをこの M8 党員、うん、まあ、うん、M8 っていう名前もまあちょっとまあ本当に正当にするんだとしたらするんだとしたら、なんかその自由なんちゃらとかなんかつけた方がいいかもしれないんですけども、うん、それをなんかドイツではね、うん、今メルケル首相が、うん、あの人はもう EU の代表としてその、まあ、ヨーロッパは移民を受け入れるっていう立場で今進めてきたんですけども、まあ、それがほころびを経て今ドイツでは極右政党が第2党になったんですよね。ナショナリズムですね。そう、もうドイツのためのっていう党が今2党に来ていて、そこは結構煽るんですよ、このままじゃ良くないっていう言い方をして、うん、なんで多分この党員を伸ばすにはね、うん、ジークジオンを増やすためには、うん、そっちじゃないかっていう、その煽った方がいいんじゃないかとも思いながらも、うん、なんかどうやってこの党員をね、うん、今のこの、ああだから多分僕たちが掲げる M8 が掲げるのはニュータイプですよ。やっぱそっち系ですよね。そっち系だから今までにない感覚でこう変えていかなきゃいけない。ニュータイプっていう言葉を使いますね。ニュータイプですよ。だからオールドタイプじゃないんですよ。そうニュータイプでなんか言葉でできるといいですね正当名が正当名がニュータイプ、ニュータイプ、そうですね。いやなんかその NHKから国を守る党でしたっけ、うん、N 国党って N 国党、そう、国民を守る NHK から国民を守る党、うんうん、で N 国党、うん、でなんかすごい人聞きで、うん、ああ、うん、こんなことをするのね、うん、まあ、NHK をぶっ壊す、ね、ぶっ壊すっていうのが分かるじゃないですか、うんうん、ニュータイプを作ると、作るとだからこう人の考え方もアップデートが必要だとは思ってて、はいはい、今までのこう固定観念、はい、概念とかっていうのをこう変えていけるような新しいニュータイプの人が、うんうんうん、で多分これまでの歴史もそんなんだと思うんですよね。今までの常識から外れたニュータイプたちが国をとか世界を変えてきてるっていう。そうですね、うん、だからこう昔のやつっていうよりもこの先今テクノロジーがこれだけ進化してきて、はい、AI ももっと進化するだろうって言われてて、はいはい、そこについていけるようなニュータイプが必要なんじゃないかって。っていうとまあ今、うん、多分国を仕切ってる人たちは、うん、頭はいいんでしょうけども、そう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 、ニュータイプかどうかっていう視点で考えると、うん、若干その若干ニュータイプじゃない人たちに足を引っ張られてる、うん、気がしますね。というか、うん、まあ利権ががっつりあるじゃないですか。利権ね、うん、でそれを手放すかって言ったら僕も手放せない可能性はありますよね。そっち側にいればね、そっち側にいれば、はいはい、
わざわざ自分の持ってる権利を全部捨てて国を変えて自分はどうなるか分かんないみたいなことはしないと思うんで、必死に守れる分だけは守ろうとするんじゃないかなっていう、っていうのはあるので、多分引っ張られてるのは間違いないですよ。で特にこう日本は先進国じゃないですかと言われてます。で先進国ってもう出来上がっちゃってるんで、そこを破壊するのも大変っていう。そうですね、何にもこうない国だったらもう結構簡単に、まあ、中国の方がスマートシティが早いっていうのはその理由ですもんね。なのでね、そこら辺をこう変えていけるような党ですよね。ニュータイプ、ニュータイプをキーワードに、キーワードにちょっと政党名を考えたいと、なんで今のこの不安パトロールとしては、サンデーモーニングがね、分断の時代で世の中はどんどん悪くなるって言ってるけども、違うと、ニュータイプとしては大衆とは違うことをするよと、そう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 、だからニュータイプ、ニュータイプですもんね、大衆ではない、ない、ニュー大衆じゃなくてニュータイプだと、ニュータイプだと、はい、だからニュータイプになりたい人のこちら側へって感じですよね。そうですね、で、することとしては、大衆とは違ったことをする、でそれを何かはちょっと考えなければならないんですけどね、まあそう正当にしなきゃいけないですよね、まず、M8 をしたい。なのでそういう、こう賛同者を集めるところからじゃないですか、一応前の動画でも、前の動画の説明欄で書いたんですけども、まあ、こうやって人が集まって、次にその選挙がね、ネットでもいいよ、ネット投票がかなった暁には、このそう M8 政党がポンってポンといけばいいなって、そうそう5人ぐらいポンっていくかもしれない。あ、本物の本物の政党に、国会議員5人ポンとで、ニュータイプを目指す、ニュータイプ目指す、はい、っていうところを目標にして、目標に活動を、活動、なんでミッションクリアとしては、大衆とは違った方に動け、なのでまあホリエモンさんが言う遊べっていうのも、遊べっていうのもそうかもしれないですね。だからホリエモンさんとかはもうニュータイプですよね。あ、なるほどなるほど、あの人たちが本当に進んだニュータイプなんですね、でこう自分たちの考え方をこう進めてるわけじゃないですか、だから目指す方向はあっちだとは思うんですよ。なるほどなるほど、そう、僕たちが目指す方向、はい、目指した方、目指すといいんじゃないかっていうのはあっち、なんでまあ、もしか成功哲学が嫌いな人は、大悟さん好きかもしれないんですけど、大悟さんはまあ、これを紹介しているのでね、まあその大衆とは違った方向、違った方向、だからそう、マスコミに煽られてちゃいけないんですよ、はい、そう、まあ、ここにも書いてる、大悟さんも言ってるのは、まあ、ニュースは見るなと、ニュースは見るなと、はい、まあ、見るんだったらもうフラッ、なるべくフラットに、フラットなところですね、そうそう、本当にそれそうなのかっていう、っていうところをこう、まあ、ファクトフルネスも読みつつ、そうですね、基本良くなってます、良くなってます、死ぬことはどんどん減っていくし、そうそうそう、寿命はどんどん伸びてい くし、で伸びたことに対して不安を感じてるだけって話ですよね、その後の、まあ、先が長くなっちゃうので、ね、でそれをこう世の中が悪くなってるって言っちゃうとじゃあ寿命伸ばせない方がいいのかみたいな、健康じゃない方がいいのか、早く死んだ方がいいのかみたいな話じゃないですか、はいはいはい、だからトータルで考えたら良くなってるんですよ。そうなんですよね、はい、そうで、その不安を煽られてるだけなんで、不安を煽られるなと、サンデーモーニングに不安を煽られるなと、そうそう、はい、っていう話だと思うんですよ、思います、はい、なんで一旦なんで僕の、ごめんなさい、今日の不安パトロールとしては、クリアです、クリア、ただこの仮 M8 政党がね、どんな名称になるのかとか、もっとっていうのはまだミッションクリアになってないので、またこれから、これから、まあ、皆さんの意見も聞きながら進められると、詰めていければと思っております、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、チャンネル登録もよろしくお願いします、高評価もよろしくお願いします、君も党員にならないか、ならないかありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、はい。